それでは時間がありましたので本日の講演を終えます。私は京都大学防災研究所の有意義災害研究センターに属しています戸田健一と申します。水害の研究をしてましたが、もっぱら最近の専門は都市水害です。都市に関する水害の予測とかその対策について研究しています。で今日はですね、さまざまなその都市水害があるんですけれども、その中で特に内水氾濫というタイプの氾濫と、その解析について、約1時間の時間をいただいて、お話をさせていただきます。で、これは今から約5年前、2000年の9月に起こりました名古屋の東海水害の写真です。で、この時はですね、もう1日半の間に約560ミリというすごい雨が降ったもんで、1年間に降る雨の3分の1がわずか1日半で降ったという、もう未曽有な大雨が降ったわけです。それによって名古屋市内をはじめ周辺で水に浸かったわけですけれども、これはその時の新川という川の波堤地点の様子です。で、ここにありますように、堤防が一部100メートルぐらいになって、壊れたために、浸水しているんですが、よく見ていただくと、確かに下の方というのは、波堤によって川の水が、浸入していって起こっている、浸水です。で、それに対しましてですね、上半分のところも、堤防は壊れてはいないせんけれども、水に浸かったわけですね。で、これ見てもらったら分かるように、下半分は堤防が壊れて川の水が入っていて、そのために水の色も茶色く濁っていると。それに対しまして、上半分といいますのは、堤防が壊れてないのにもかかわらず水が溜まっていて、しかもその色は割ときれいだというわけでですね。で、こういう氾濫、だから川の水が溢れるなり、堤防が壊れちゃって起こる、氾濫が、外水氾濫といわれるものです。外水氾濫といわれるものです。それに対しまして、こういうふうに、この堤防に含まれた市街地に降った雨が、外に溢れずに起こって、やむなく使っている氾濫を、内水氾濫というわけです。で、今日はですね、その内水氾濫の方のお話をいたします。で、先ほど申しましたように、外水氾濫といいますのは、その我々が住んでいる場所、堤防で囲まれたところにですね、外部から水が侵入してきて起こる氾濫ですので、先ほど見てもらったような河川の発展による氾濫、あるいは川の水が川の能力以上に流れたために起こる、氾濫、溢水氾濫、川をあふれて起こってくる氾濫、そういうものがあるんですね。で、それ以外にも、高潮であるとか、昨年の冬にあった津波のようなものも、一種、そこからやってくる水のところが氾濫するので、そういう水のものも、外水氾濫の中に含まれるかと思います。で、こういうものが起こりますと、一般的には、規模も中規模から大規模、かなり大きなエリアで、かつ規模の大きいものが起こってくるわけです。それに対しましてですね、ここで今回ご説明いたします、内水氾濫といいますのは、堤防で囲まれた市街地に降った雨が外に吐けずに、やむなく起こってしまう、浸水ですので、低平地で起こりやすいと、ちょっと書き忘れましたけれども、外力は大雨です。雨が、短時間になっても強く降る、そのために下水を介して外に水を吐けずにやむなく起こってしまう氾濫ですので。低平地で起こりやすくて、かつ規模といえば、外水に比べてみたら、比較的小ないし中規模だろうというわけです。でですね、水害ですから、外水とか内水という区別をつけるのがいいのか悪いのか議論もあるんですが、明らかに、メカニズムが違うということもありましてですね、で、やっぱり最近どの町でも頻繁に起こっている氾濫といいますのは、内水氾濫という類のものが多いので、今日はですね、そういう意味で、内水氾濫というものがどんなものなのかということをご説明をするとともにですね、それをどういうふうに予測するか、
まあ、再現するかという計算技術なんかも進めてますんで、その研究室の研究成果をご紹介します。合わせもって、まあ、どんなふうに対策すればいいのかなという話も、まあ、若干、まあ、考えてみたいと思っています。で、まあ、最近研究室でこの5年ばかしやっている研究のまとめですので、まあ、まず最初に大阪の寝屋川流域の内水氾濫解析をご紹介して、まあ、日本でも有数の低、まあ、平地の寝屋川流域でどのように、まあ、内水が氾濫を起こるのかという話をご説明してもらって、その次に、まあ、下水道の影響が大きいですけども、下水道とその氾濫とのやり取りはどうかという話をちょっと細かく見た計算の事例を紹介いたしまして、あと、まあ、もう一つは下水を、まあ、返さずに急に短い期間だけれども大雨が降った時に、まあ、その小さな川が増えたと起こるような、それも、まあ、内水氾濫に入りますので、まあ、そういう事例も紹介します。ですから海に、まあ、皆さんがお住まいの場所で起こるような、まあ、水害というか氾濫が、まあ、どんなふうに表現できるのかなというのを、まあ、ちょっと見ていただきたいと思います。でこれは、まあ、典型的な内水氾濫の例ですけれども、また後でご紹介しますけれども、まあ、左の上の方はこれは、まあ、宇治市の井川という、まあ、市街地で起こっている氾濫の写真でしてですね、この町を流れてます小さなこの川、幅がまあ10メートルあるかないけど川ですけれども、その川で急に水が下がったために、まあ、隣接している、まあ、道路が、まあ、使っちゃったよと、まあ、10センチ、20センチ、まあ、それ以上かな、まあ、ちょっとこのまま走ってませんから、まあ、市場2つぐらい、まあ、溢れてるわけですね。こんなことが起こりますよと。で右下の方は、これは大阪府の寝屋川流域の寝屋川の、まあ、内水氾濫の写真ですけれども、結局低内地に定地に降った雨がポンプ下水道で吐ききれないためにやむなく水に浸かっているというような事態を示しています。で、まあ後で言いますけれども、随分寝屋川も内水氾濫の常習地帯で頻繁にこういう被害があったんですけれども、最近は、まあ、かなり河川と下水を一体とした、まあ、施策によって、まあ、改善されつつあります。で、まあ、そういう内水氾濫があると。で一方で最近そうですね、99年の福岡水害、2000年の東海水害からですね、まあもうかなり、まあ、水害が起こってます。で特に、まあ、昨年はそうでもなかったんですけども、まあ結構起こる場所が都市になってますので、まあ、都市型水害という名前で呼ばれるような水害が、まあ、起こってます。で、まあ、都市型水害という言葉の定義というのは、まあ、確たるものはないし、まあ、いろんな意味で使われてはいるんですけども、まあ、私なりの定義をすればですね、まあ、都市域において、まあ、集中豪雨などによって、まあ、激しい浸水が起こりますよと。当然、まあ、内水氾濫も入ってくるわけです。で結局場所は都市ですので、まあ、田舎であるとか小さな町とは様子が違ってくると。その場所に起因するものが大きくてですね、まずは地下鉄とか地下街といったりは地下空間に水が入ってくるわけです。これはまあ最近、まあ、大きな問題です、ね、実は我々の研究室でも、まあ、そういう地下空間の浸水については最近、まあ、力を入れて、まあ、研究してるんですけども、それが一つありますと。あとですね、まあ、当然都市ですので、まあ、都市機能がまあ集中していますが、それがまあ機能低下してしまうと。だからライフラインがやられてしまったりとか、さまざまなインフラ施設が麻痺すると。例えば銀行の ATM なんかも支障を来すとか、まあまあ、電車、バスとか、そういう交通機関なんかの影響も出てくるというわけで、外力、まあ、雨の大きさであるとか浸水の深さとかに比べてみてですね、まあ、非常に大きな、まあ、機能の低下をもたらしますと。で一旦水が引いたらすぐにというわけにはいかなくって、まあ、何日も営業停止が出てきたりとか、その回復までにも結構時間がかかりますので、まあ間接的な被害なんかも、まあ、結構増えてくるだろうと。まあ、そういうのは水害を、まあ、昨年なんか夏見てもらっても分かりのように、水に浸かって水が引いたら終わりじゃなくって、まあ、後の、まあ、掃除だとかお店だったら店を復旧するのに完全にこう
機能まで回復するまでには何年時間かかりますので、まあ、そういうことを考えたら特にまあ都市で起こる水害にはそういう、まあ、機能低下並びにまあ間接的な被害も、まあ、増大するというところがまあ特徴かなというところですから、まあ大変まあ厄介なわけですね。まあまあ鬱陶しいというか厄介なまあ面が強いわけです。で、まあ、次にですね、じゃあなんでこういうまあ内水氾濫を含んで、まあ、という都市域での水害がまあ多いのかという話になりますけれども、まあ、これちょっと不意味ですけれども、あの90年から2000年までの10年間に75ミリ以上降った雨およびまあ100ミリ以上降った雨を全てまあ全国で洗い出した図です。まあ、ちょっとまあ最後の年が下がってるんですけれども、まあ、全体的に言えばやっぱり右肩上がりの傾向がありましてですね、で、まあ、地球温暖化とは直接結びつけられるかは分かりませんけれども、明らかにですね、気候変動の影響であるとか、特に都市域におきましてはそのヒートアイランド現象などの影響がありますので、短時間であってもまあかなりひどい雨が降ることがまあ増えてきますよと。現にあの京都でもですね、昨年の7月の後半でしたかね、あの鴨川の東の方で、あの東山の辺りで1時間に100ミリを超す雨が降ってですね、鴨川の水位が1時間の間に1メートル以上上がったりとかして、なんか河川敷であったりイベントの車が使ったりとか、そういうことが、まあ、この川というような比較的大きな川で起こったんですけども、まあ、そういう、まあ、短時間でも極めて厳しい雨が降るために、まあ、そういう、まあ、水害が起こりやすいという、まあ、状況になっています。害力が増えているというのが一つです。でもう一つはですね、まあ、一般的な話ですけれども、まあ、従来でしたらその、まあ、降った雨というのは、まあ、地面にまあ、流れ込む、染み込んで、で時間が経ってから、まあ、管理ていくと、まあ、いうふうな仕組みだったわけです。ですから、ある程度、まあ、田畑であるとか、まあ、周囲の山々などは、ある程度そういうふうに、まあ、川の水が急に出てくるのを防いだったわけです。ところがですね、まあ、都市化が進んでいって、まあ、地表がアスファルトに覆われてしまう、あるいは、まあ、まあ、下水道は管理してます方ですね、降った雨といいますのは、私のところに、まあ、あの川に出ていっちゃうというわけです。で、都市化がどんどんどん進んでいくに従って、これは、まあ、あの横浜の鶴見川の、まあ、計算の例ですけれども、昔でしたら、まあ、こういう、まあ、一雨降ったときに、ある川の地点での流量というのは、まあ、こんな具合に、まあ、変化したよと。まあまあ、最大でも600トンぐらいの最大値を示して、まあ、川の、まあ、流量がこういうふうに変化したんですけども、都市化が進んでいった最後の段階では、まあ、こうなっちゃったよというわけで、ピークの値が、まあ、約倍多数以上になっちゃったと、と同時にピークが起こる時間も早くなったというわけですね。これはあの何を意味するかといえば、その川そのものが流れにくくなって溢れるという可能性もあると同時にですね、下水道の水っていうのは最終的に出ていくのは河川が多いので、下水道が河川に出るときに河川の水位が高いためにうまく河川に出せないと、またあの場合によっては河川の水位が高いためにポンプの運転を調整する必要があるというわけで、単にその河川からの水が溢れるとかいう話だけじゃなくて、あの下水を介した水がうまく出ないことにもつながっていくわけです。ですから、そういうことがあるために、まあ内水氾濫の場合においてもやっぱりこう状況は厳しくなっているというわけです。で、まあそのことをもう少し詳しく見ていきますと、だからさっき言いましたように、降った雨がまあ、下水を介してポンプ場から川に流れていくんですけれども、まあ、雨の降り方が厳しくなっているということ、それから、まあ、降った雨が下水から川に流れていくんですけれども、それが、まあ、短時間で出ていくと、しかしながら排出先の河川の水位も急に上がっていくために、なんかうまい具合にポンプから離れていくんですね。で、場合によっては最悪の場合ですけれども、例えばですね、
ポンプは動かす能力があるよと。目の前の底平地が使ってるから、使い人だから、もともとポンプで履けばいい。そういう力が残っていると。しかしながらですね、ポンプで履く先の川の水位が、危険な水位を上回る、あるいは上回った時にはですね、どん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 ポンプで履けば、今度は川があるわけですよね。だからそういう時には、やむなくポンプ、川の排水を、止めざるを得ないと。そういうものがあるわけです。ですから、その河川と下水道との調整を依頼するというのが出てきましてですね。そういうのは、現状で考えているんですけども、そういう問題なんかも実際には存在しますし、その辺も難しいと。従来、河川は河川、下水は下水で、警報で処理してた傾向が高いんですけども、河川と下水を、合わせ持って考えていかなくてはいけないような段階に、特に内水に関してなっているんですね。で、これは首都圏と関西、中京の三大県において、発生している、水害の内水と外水の比較をしているわけですけれども、明らかに最近で言いますと、内水氾濫で生じる被害の方が大きいと。先ほど言いましたように、被害の規模そのものは小さいけれども、頻発しますので、やはりこう1年間で立ち込んでいくと、そういう内水氾濫による被害というのが、結構積分していけば、大きくなってきて、活躍されたというわけです。というわけで、内水氾濫というのは、命をなくすようなことはないかもしれませんけれども、極めて鬱陶しくて、それに対する対応が、早急に行われているという状況です。で、次にですね、じゃあそういう内水氾濫というものを、じゃあどういうふうにこう、説明できるのか、またそういう説明できるモデルを作って、現象を再現して、予測する手法を作って、作業的な対策に生かすようにしたいというのは、研究のテーマとして扱ってましてですね。で、今からその、内水氾濫の解析について、ご紹介します。で、場所をまず考えないと、なかなか研究も進みにくいので、この関西では最も有名で、大きな低平地であります寝屋川流域を対象にして、研究をこの5年、進めてきているわけです。だから研究室の卒業生の、川池先生のした研究なんですけども、寝屋川流域全体の、内水氾濫の解析をしているわけです。で、寝屋川といいますのは、寝屋川流域といいますのは、ご存じのように、昔は海でして、淀川というのが氾濫源であって、山地と一級河川の堤防に囲まれています。東は生駒山地があって、で、淀川と淀川に囲まれている場所です。で、上町台地が走ってましてですね、一種の大きな窪地になっているわけです。で、そこで出ていく先は、京橋口だけです。一部ケマの排水場とかありますけれども、基本的には京橋口から3つの川に分かれて、淀川に流れるというわけで、窪地があって出口が1か所というわけ で、8割以上の場所が、内水域でポンプの力を借りないと水がはけないというところです。で、おまけに高度経済成長の時代からずっとこう大阪市内のベルタウン化していきましたんで、東大阪であるとか大東であるとか八百屋とか、かなり都市化が、急激に進んでいるわけです。ただ地形的に厳しいもともと要因のところに人がたくさん住んじゃったと。で、それに対して、内水氾濫を防ぐために、後追い的でありますけれどもやっていたけれども、どうしようもない状況になってきてたわけです。そういうところを扱って、じゃあこういうところでどういうふうな、もし雨が降った時に どこでどういうふうに使うのかという話を、しようとしているわけです。で、以前からそういうところですので、左の写真は京橋口のところの写真で、寝屋川と大寝屋川を合流する場所ですし、
し、あの昭和40年代以降、まあ、何度も内水氾濫が起こってましてですね、大東市では、まあ、裁判が起こったりもしています。でまずですね、まあ、どんなふうに現状が起こったのかなということを考えたときにですね、まずはその結局は、まあ、あの流域に、まあ、雨が降るわけです。で東の生駒山地に降った雨もこう川に出てきます。で川に降って山に降った雨というのは川を流れていきますし、で市街地ましてはその上に降った雨というのは下水に入っていくんですけども、下水に入っていて、で下水の中で、まあ、流れていって最終的にポンプ場から川に出すということですよね。で降った雨は山から河川に入る、降った雨は下水道を通して、まあ、川に入るというわけですね。だからこういう、まあでまあ、部分的には水は調節地であるとかそういうところに溜め込んだりとかしているというわけで、要はその計算、まあ、最近コンピューターが進んできてるんですけども、まあ、こういう、まあ、ビアワという流域での水の動きを、まあ、全部、まあ、水の一種の循環といいますかね、水の流れみたいなものを全て表すようなモデルにして、あの初めてそのどこでどういうふうになってるかなっていうのを、まあ、解こうとしているわけです。ですから雨降った雨が山で降った雨は川に出ていって川のこうぐるぐる回ります。で市街地に降った雨は下水を通して下水からポンプ場に入ってポンプ場から川に出ますよと。でまた一部下水の水は、まあ、調節するような域に入っていったりとか、川の水も一部分はなんか地水緑地とかに行ったりしますよと。でそのことを全て含めて水の動きを全部、まあ、扱って初めて、まあ、内水氾濫の現象も表現できるんじゃないかなというふうに考えてモデル化をしているわけです。で、まあ、そういう、まあ、流域といいますかね、そういう流域、住んでる町を含んでいる、まあ、広いエリアを考えないとなかなか、まあ、問題は解けないわけです。で、まあ、寝屋川流域ざっと280平方キロがありますので、そのエリアの地盤の高さを調べてやって、合わせ持って、まあ、あの鉄道が走っていたり道路が走っていたりとかしてますので、まあ、そういう盛り土の、まあ、位置関係も調べます。でまたあの各あの地上の場所場所でさまざまな建物が建ったりとかしてますので、どのぐらいそういう建物が建っているかというのも、あの溢れた水があのどっちかで計算するときに見りますので、そういうデータも集めています。でまあ、下水道の上とも高いので、下水道も主だったものは拾い上げて、かつあの調節地に入るという水も調節地もあの考慮しています。でこういう、まあ、データを全てひっくるめて準備して、で先ほど言いましたような水の動きを全て解くような計算を、まあ、やって、まあ、初めてなんとか水の動きが寝屋川流域全体で分かるというモデルを、まあ、作っているわけです。でこれはまあその計算結果の、まあ、検証キャリブレーションですが、90、ね、ある時に降った雨、ちょっと年代が忘れましたけれども、ある時に降った雨、99年の時に8月に降った雨を払いですね、それはまあ観測し地点3箇所で与えられてますので、その雨を、まあ、保管してですね、で、あの降らしてやって、降った雨が河川および下水道に流れていって、まあ、下水には流れきれないものが待てるというような計算をしてやって、出した答えがこれでしてですね、左の方が、まあ、計算結果で、右の方が、まあ、浸水の記録です。浸水記録は、まあ、あの住民からの、まあ、報告で出てきてたんですけども、まあ、こういうところで、まあ、氾濫、浸水が起こったよというわけです。僕、こういうところに起こってます。ね、起こってます。で、これは、まあ、計算の答えです。まあ、せいぜい、まあ、50センチ以下ですけれども、まあ、部分的にはちょっと大きくなります。
でまあなかなかこれを持ってして会うてるとか会うてへんとかいうのはまあまあ難しいですけれども、まあ、僕らからしてみたらまあ非常に苦労して計算したのでまあまあある程度こう溢れているというところではまあ川沿いに真ん中辺なんかでも大体患者が出るし東の近くの辺なんかでも大体起きてるなという引き目で見てしまうんですけどもまあ人によっては何やこんなもんかという生き物ですけども言い訳がましですけどもこういうなんか小さな雨で一雨降ったもんですのでなかなかやっぱり会いにくいです。例えば東海道であるとかそういう大規模な雨がカッと降った時には当然もっともっとこの低いところに溜まったりするのは発見できますからもっとよく会うとは確信してるんですけどもなかなかこう最近あった雨の一雨ぐらいの雨でまあ高々40〜50mm まあまあ短い時間に降ったっていう雨で起こった浸水をまあ、ドンピシャに合わせるのは、まあ、厳しいかなと思います。まあ、世の中に理由があるんですけども、まあまあ、でも、理屈の上では、できるだけ、まあ、分かる範囲で、水の動きを、まあ、忠実に再現して、そういう、まあ、動きを全て積み重ねて作ったモデルで、まあまあ、この辺までは、まあ、表現できないかということまでは、今言ってます。で、まあ、とりあえず、まあ、これで、まあ、モデルがそこそこ正しいというふうに、もう、仮定してというか、まあ、そういうふうに、もう、思い込んで、でまあ、様々な雨が大事であって、もっと大きな時のことを調べているわけですけれども、これは左の方の図というのは、大阪府のその寝屋川流域の治水の計画を立てている時の目標になっている雨でしてですね、約311mmが総雨量で降って、最大時間雨量が61mmという雨が、一様にその寝屋川流域に降るという条件のもとで、まあ、治水計画を立てられてましてですね。現状ではもしそういう雨が降ったときにはこうなるという話です、左側。ですから、現状では、まあ、大沢さんも、まあ、随分長年努力されてますけれども、もしもこういう雨がばらけたら、計画は進捗中なんで、まだ完全には、まあ、浸水を収めきれないと。現状では、まあ、真ん中あたり、宮川とか宮川があるとか、合流する東大阪のあたりだとか、まあ、ある程度の河川の合流、大道のあたりであるとか、まあ、かなり厳しいところがあろうというわけです。で右の方は567mmと降った東海豪雨ですね、もしも大阪府の寝屋川流域に一雨降った時の計算です。で、これを見てもらいますと、分かるように、まあ、この辺りでは、まあ、1メートルも越していると。ただ、堤防が増えるんじゃないけれども、低いところに水が集中したりとかして、もしも東海道並みの雨が大阪府下に降ったならば、ひどいところでは、まあ、1メートル以上の水が使っちゃうということが、まあ、言えるわけです。まあまあ、多分そういうことが起こるんです。ただもう、ちょっとした 雨でも来たところですから、東海道並みの雨がかかってしまえば、まあ、こうなる。まあ、大体まあ感覚的には正しいかと思います。逆に言えばもしも名古屋で降ったとか豪雨の雨がもしも大阪で降ったとしたならばもうかなり名古屋では厳しいことが起こっちゃったでしょうです、ね、まあ京都でもし降ったとしてもまた別のまあまあ洪水の形態が起こりますけれどもおそらく厳しいことが起こるでしょうということは言えます。まあいずれにせよ、まあ、内水氾濫が川の堤防が越えたりしなくても、降った雨がかけないためにやむなく、こう、1メートル以上も使ったりする現象が、まあ、起こるよというわけです。で、まあ、紹介させてもらったように、まあ、降った雨がかけずに起こるという、そういう浸水現象、氾濫現象ですね。まあ、降った雨が川に出ていくまでのモデルがあるとか、氾濫、のモデルだとか、下水のモデルとかいうものを全部こう組み合わせてですね、統合したモデルにすることによって、まあ、そういう現象がまあ表現できるようにはなってきていると。特にですね、まあ、川の水が溢れるとか、堤防が壊れるという場合に比べてみて、やはりその内水氾濫の時には、下水道のまあ役割というものが大きいので、下水道をまあきちんと解析しないと、
何らか制度が上がるということが、まあ、分かっているわけです。そういうですね、まあまあ、寝屋川の話は、まあ、ひとまず、まあ、話がついたというふうに考えましてですね、まあ、先ほど言いましたように、まあ、下水道はやっぱりもっと丁寧に、まあ、その役割を調べたいなと思ったので、で、寝屋川のような280平方キロのものなんていうのを扱うと、もう下水道も調べるだけでも、もう5年、10年かかっちゃいますので、もうちょっとこう小さなところに、まあ、限定してですね、小さなところをターゲットにして、そこでできるだけ丁寧な解析をして、下水道と、まあ、フッターゲットのやり取りみたいなものを丁寧に見ようということを考えたわけです。で、そういうモデルを作って、よりもっと詳細なモデルを作ってですね、それを元にして、あの最近言われてます、例えばその各都庁流、各家に、まあ、桶を設けておいて、ダムに溜め込む。あるいは団地と団地の間なんかにも東海に貯留する、あるいは公園なんかにも貯留する、そういう、まあ、薄い貯留施設とかですね、あの道路なんかの浸透性にして浸透層なんかを、まあまあ、用いたときに、どれだけそういう、まあ、浸水が防げるかということなんかも、まあ、調べてやろうということを考えてですね、あの寝屋川のモデルをもっと丁寧にする代わりにもっと小さなエリアに適用した研究を、まあ、次にやっていたわけです。でこれは、まあ、まあ、モデルそのものは一緒です。あの理屈そのものは一緒ですですね、地上に降った雨が地盤の中に応じた形で動きながら、まあ、下水道の中に入ってきますよと。で下水道に入った水というのは、下水道の枝線から幹線に移りながら、まあ、ネットワークの中を流れながら、下流端のポンプ場に行きますよと。で、ポンプ場から、まあ、河川なり海に測ります。でもその時にもしも下水が満杯になった時にはやむなくマンホールから噴き出すこともあるし、地上が氾濫しちゃうと地上の水が薄いマスに入りきらずに溢れることもありますよと。こういう、まあ、氾濫、まあ、地上が溢れるというのは2つケースあってですね、地上にたくさん地上に降った雨が下水に入りきれずに起こる、まあ、氾濫と、一旦下水に入った水が下流の方で詰まってたためにマンホールから噴き出すこともあるわけです。で、まあそういうことも全て考慮してですね、できるだけ下水道もマンホールも、まあ、データを全部取り出して丁寧に表現して、かつ地上の水が下水に入るのはその、まあ、リングと呼ばれる管の中に、管の間に入っていきますよと。でもしも下水から溢れるときにはマンホールから溢れますよというそこまで、まあ、かなり経路細かいことを、まあ、したり、まあ、してみました。でまあこれもちょっと数学の式ですけども、まあ、こういう連続水の流れの連続の式と、まあ、運動量の式中の地表には用いてですね、で下水管の流れについてはまあ一次元の式、一方向の式の連続の式と運動様式と用いてですね、でまあちょっと細かい話になりますが、下水はあの川のようにあの水表面が見える時もあれば満開の時もあるので、そういう時の扱いもできるように仮想のまあスロットという、まあ、あの枠であって、まあ、そういう計算もまあうまいうまいできるような工夫もなんかしてます。で先ほど言いましたように地表の水と下水道のやり取りというのも、まあ、できるだけ丁寧に、まあ、下水道の中の水の、まあ、水圧と地表の水の高さとの関係で溢れたり吸われ、まあ、入っていたりとかいうのも、まあ、できるだけ、まあ、考えられる範囲でできるだけ、まあ、丁寧に取り込んだ形で、まあ計算を進めていました。で、まあ、対象領域ですね、それだけまあ細かなデータを取って細かな計算をしていますので、できるだけ小さな領域にしないとやっていられませんので、約まあ1平方キロ足らずの、まあ、小さな集水区をまあ探しました。で、まあ、大阪市のまあ土地環境局、まあ、下水されている方々とも、まあまあ、進行があるというか、まあお互い協力しながら、まあ、研究を進めてますので、まあ、相談させていただいたら、まあ、この地域で
まあ、下水道のデータも揃っているし、周りが海に囲まれているので、出ていくところはまあポンプ場だけですよと、計算とかするのに、まあ、割とやりやすい場所ですので、まあ、この場所をまあ対象地点としてやりました。とは言いながらも、まあ、結構厄介な、まあ、データがですね、で500ミリ、50センチよりも小さな管は枝線と言われてましてですね、50センチ以上の、まあ、枝線が管線なんですけども、今回は30センチまで、まあ、取り込んだ形で、まあ、データを取ったわけです。で、長さで言いますと、例えば50センチのもんっていうのは、長さで言えば全体の、まあ、7割ぐらいをしているんですけども、ボリュームで言えば高々まあまあ 20% ぐらいというわけで、まあ、そういうまあ枝線、細かいのがどこまで行くかというと、合わせ持ちしているために300ミリ以上の下水道を購入した形の非常にまあきめ細かい今計算をまあ取らせていたわけです。で、まあ、先ほど申しましたように、まあ周りをまあもう超低量とか河川低量のところまで変わった場所をしていますので、まあ周りが低量でしょうと。で、真ん中あたりがまあ低くなっててですね、で、ここにまあ一箇所、まあ、ポンプ場があるというような、まあ、地形を扱っています。それでですね、まだ97年の時の一雨、まあ、50人ぐらいまで渡れてあってですね、あの例のごとく溢れたところの、まあ、浸水の実績があるので、それをまあ検証に使ってで、まあ、計算したわけです。で、一番左端がですね、先ほど言いましたように、30センチ以上の、まあ、細かな枝線まで組み込んだ、今考えられる最も細かな計算です。で、真ん中はあの50センチ以上の幹線だけを、まあ、考慮した場合で、一番右端はですね、もうそういう下水のことを考えると、最大の下水の能力だけを、まあ、引っ込む中出しの、まあ、一番簡単なので計算したわけです。で、どのぐらいその下水というのがいくかなっていうのを調べてみたんですけども、太い枠で書いてるところが実績、まあ溢れたという実績ですので、まあほど細かな計算をして一晩かけて答えるような計算をごいごいやってもですね、まあ一番簡単なのでと、まあ、あんまり変わらないですね。実績で言えばもう車両になってやって、これ以上ないという場合もやってもですね、結局出てきた浸水エリアというのは変わらないと。ひょっとしたらなんか一番簡単なものの方が広がってもちゃうぐらいですよね。まずいもまあがっかりしたんですけども、でもまあがっかりするだけじゃちょっとまあダメで、もうちょっと細かく見ていたらですね、そういうふうに確かにその浸水シーンというのは広がっているエリアというのはあんまりこう精度わからなかったんですけどね、実際にじゃあ、 溢れたところがどういうふうに水がこう溢れてかつ引いていくかというのを調べてみるとですね、ここでその枝線まで、まあ、苦労した甲斐が出てきたわけです。で、これはその浸水エリアが時間的にどう変化するかと示しているんですけども、この時間が順番にこの左からまあ、3時間、3時間半、4時間、4時間半ですので、これがまだ雨のピークの頃、3時間半ぐらいで雨が降り終わった時なので、大体3時間半ぐらいが、まあ、その浸水が広がってくる、まあ、ピークです。で、枝線まで言いますとですね、まあ、降った雨は、まあまあ、降り終わったら、まあ、速やかに引いていくわけですね。それに比べまして、もしも枝線まで言えない時には、降った雨が、氾濫したときに、その氾濫水がなかなか、まあ、まあ抜けないんですね。速やかに排水しない。で、次は、まあ、最も細かい枝線まで加えた計算例と、まあ単純に、まあ最大の能力だけ、まあシューッとこう水されるというモデルの答えですけども、まあこれ見てもらっても明らかなように、まあ3時間氾濫にピークになったものがですね、まあ、枝線まで考慮して丁寧に計算したら、まあ、1時間も経てばほとんど水が抜けるけれども、そういうことを考慮しないと、まあ、1時間経っても全然水が抜けないというわけですね。
まあ、浸水エリアまでは合わないかもしれないけれども、細かい枝線の下水まで入れてやると水がまあ速やかに抜けるというそういうプロセスは、まあ、きちんと表現できたようですね。本当はやっぱり浸水エリアをもっときちんと合わせたかったんですけども、そこまでいかなかったですけども、まあそれでも、まあ、枝線の下水道まできちんと、まあ、考えてやることによって、まあ、下水の排水のメカニズムみたいなものまでは、まあ、だいぶ、まあ、表現できるようになってきたかなというわけです。まあ、逆に言えば、まあ、こんだけ苦労してもこの程度なんで、まあ、実際の現象、特に内水氾濫の下水道でと水のやり取りするのは非常にまあ難しい、開き直ることも出ますけれども、まあ、難しさがあるということですね。だから、ある場所で堤防が壊れちゃってバッバッあふれる範囲はどこですかという計算なんかは逆にやりやすいんですけれども、こと細かな皆さんのお住まいのような住宅地なんかでどこがどんだけだけであふれちゃうかという計算なんてのは最もこう計算するのに難しい。小さいところの方が簡単だと思われるかもしれませんけど、逆でですね、そういうデリケートなナイーブな問題を抱えてますので、なかなか難しいということを、まあ、今日はしていただいて、まあ、でご理解いただいたら、まあ、幸いです。まあ、そういうことです。で、まあ、先ほども続きで、まあ、下水までを、枝線までを考えてやると、先ほど言いましたように、水が、まあ、抜けるプロセスが表現できますよと。だから、幹線、枝線まで止めてやると、ずっとこう、おたびに対して、海水のポンプで、動力、目いっぱい、ぐんぐんぐん吐くのが表現できるけれども、枝線を入れないと、なんかすぐに下流のポンプ場でも水が十分に抜けないというのはおかしな問題になったりするということです。で、まあ、そういう枝線の効果も入れてですね、まあ、できるだけまあまあ丁寧にやったモデルを作ってですね、で、まあ、次にそれを元にして、じゃあ先言いましたように、まあ、薄い貯留施設だとか薄い浸透施設というものがどんだけ効くのかなというのを、まあ、調べたわけです。で、各戸貯留、まあ、漫画がありますけれども、屋根に降った雨を各家の貯留から、まあ、貯留ゾーンみたいなものに溜め込んでやる、あるいはその先言いましたように、まあ、公園とか校庭なんかで平常時は、まあ、公園校庭で人が住んでいるところに、まあ、雨の時には30センチ、50センチの水をためる、まあ、そういう施設を、まあ、目いっぱい、まあ、活用した時にどのぐらい、まあ、そういう内水の浸水が防ぐかということを、まあ、調べたわけです。で、先ほどの、まあ、プラマシの収水区を、まあ、対象にして、で、またできるだけ丁寧にですね、各地目をさらにもう一度、まあ、精査したしまして、各地目に分類して、かつ各地目地目でどれだけ面積を占めるかという話とか、あと降った雨が出ていく率も変わってきますので、まあ、そういうのも事細かに地目ごとに分類した形の、まあ、準備をしたわけです。で、まあ、この要件ですけれども、ケース1、まあ、4つのケースをやってみて調べてますが、ケース1は、まあ、現状です。ケース2というのは、まあ、薄い貯留施設を振り込んでますけれども、まあ、ちょっと比較的規模が小さめ。で、ケース3は薄い貯留施設の規模が大きめのケースです。で、ケース4といいますのは、これはもう薄い貯留浸透施設を使わずに、仮想な条件ですけれども、ポンプの下流段での排水する能力を倍に増やした。ポンプで、すなわち下水の排水能力を倍にしてやったというケースです。で、この4つの条件を比べてみて、さまざまな目に対してどうという、まあ、貯留施設が効くのかというのを調べてみています。で、また雨をですね、系統的に与えたいと思いましたので、土木研究所の方で、まあ、こういうプログラムが公開されてましてですね、確率と継続時間を与えてやったら総雨量が出るというプログラムがありますので、それを使わせていただいてですね。で、総雨量が分かってますので、総雨量をもとに
波形は、まあ、中央集中型の、まあ、正規分布的なものを考えて、その雨の一画面の根がですね、頭皮窮水になるように、比率は2の頭皮窮水になるような形の雨を、まあ、与えています。で、まあ、これがいいか悪いかという議論もありますけれども、とりあえず、まあ、こういうものを作れば、比較的系統的に、まあ、外力を、まあ、確率評価して、まあ、表現できるかなというふうには考えているんです。ですから、まあ、継続時間を3時間と7時間の2種類で考えて、比較的短時間にカットする雨と、まあ、半日7時間ぐらい継続する場合と7時間で、おのおのに対しまして、確率に与えてやって、まあ、総量を求めて、その総量を元にして、まあ、分布を与えています。まあ、こういう雨を、まあ、与えてきたわけです。で、先ほど言いましたように、ケース1は現状で、ケース2が、まあ、比較的小規模な貯留施設で、屋根貯留には10センチ、公園貯留には10センチの、まあ、水を貯めますと。で、ケース3は大規模の場合で、屋根貯留には10センチ、公園貯留には30センチ。で、ケース3は先ほど申し上げましたように、まあ、ポンプの、まあ、下水道の能力を、まあ、倍増したというケースで、下の図はですね、3時間および7時間の目に対して、右横軸が、確率年ですね。10年は12確率の雨、100回は100確率の雨。で、縦軸はですね、20センチ以上浸水した面積です。で、これを見ていただきますと、まあ、当然雨、確率年が多くなってきたら雨も浸水エリアも多くなってくるんですが、ケース1っていうのは現状ですので、ケース1からどんだけ下に下がってるかなっていうので、結局、まあ、各、まあ、施策の効果が出るんですが、これを見ていただきますとですね、継続時間の3時間ぐらい、まあ、ビヨーンと緑の楕円で囲んでますけれども、20年ぐらいの確率の雨までだったら、ケース3のような方法を使っても、ケース4と遜色ない、すなわち10年、20年確率程度の雨までだったら、貯留施設をマークに利用してやれば、下水道の能力を倍増したぐらいの、まあ、力が発揮できますよと示したわけですね。ここで言いますと、これがケース4の下水道の能力倍増ですよね。これがケース3で、まあ、貯留施設をふんだんに使った場合ですので、この2つは差がない、若干、まあ、3の方が下できてますから、この程度の雨までやったら、結構貯留施設もいけるというわけです。まあ、まあ、しかしながら、どんどんどんこう大雨になってくるにしたがって、まあまあ、下水の方が、まあ、効果が上がってきて、まあ、あまりこう、貯留施設の差がなくなってくると。ただ、貯留施設が、まあ、雨で満杯になってしまったら、もう効果がありませんので、そこそこまとまった、というか、まあ、短時間でありながらでも、そこそこまでの雨だったら、貯留施設で蓄えられるところまで加えるときには、まあ、効くんじゃないかと。で、先ほど申しましたように、まあ、一番効いている場合、継続時間3時間の雨の20年確率のときでしたら、ケース3という薄い処理施設を、まあ、ふんだんに使った場合が、まあ、一番良かったと。だからケース4の下水道の能力を倍増した場合と、まあ、遜色ないか、若干、まあ、それよりも浸水エリアが小さくなっていると。だそういう、まあ、効果もあります。それに対して、今度は、さっき言いましたように、まあ、例えば、確率年が100年とかになってきますと、もう、薄い貯留施設が満杯になってしまったら、もう効果がなくなってきますので、それ以上の雨が降ったときには、先ほど言いましたように、やはりこう、薄い貯留施設では、まあ、限界があろうと。まあ、ポンプ能力を倍増したケースと比べてみても、やっぱりこう、まあ、力が尽きてしまっているというわけで、これがまあ、100年確率の雨が降った時の浸水浸水比較ですけれども、3時間の雨であれ、何時間の雨であれ、100年に1遍ぐらいの総雨量が降ってしまうと、まあ、薄い貯留施設にもまあ、
望む限界もあろうというわけで、まあ、ここで言いたいのは、水処理施設とか浸透施設というのも、まあ、非常に、まあ、土地環境の改善であるとか、土地再生であるとか、まあ、非常にいろんなメリットもあるし、非常に、まあ、いいアイデアだと思うんですが、決してオールマイルではないと。だから、ある程度確実の小さい雨、まあ、10年、20年確実の雨、まあ、もっと平たく言えば、まあ、年に1回降るような雨に対しては聞くけれども、あんな東海豪雨であるとか、何十年に一遍のような大雨が来たときに、そういう雨に対しても、薄い貯留施設とか、浸透施設で対応できるというものではないわけです。だからまあ、その辺はまあ、外力によって効く場合まではいかない場合もあるというふうに、まあ、理解してます。ただ、サプリメントを飲んでいたら、まあまあ、結構元気な曲も、大きな病気になったときには、まあ、関係ないなと思っておりますけど、だから、その、効く場合に、まあ、雨の規模とか、その、雨の規模とか大きさによって、効く場合と、まあ、限界とかあるということが、まあ、わかる。まあ、ある意味当たり前なんですけど、まあ、そういうことが、こういう解析を通して、まあ、明らかになったというふうに、まあ、ご理解ください。で、まあ、全部しますけれども、江田線の下水道まで、これでもかというぐらいの程度にやったときには、まあ、それでもまあ、浸水エリアまではなかなかうまくいかないんですけども、その下水道の排水の、まあ、メカニズムみたいなのまでは、まあ、比較的よく、まあ、あっていたということが、まあ、分かっていた。ただ、まあ、ここで言いたいのは、その、内水の解析っていうのは、まあ、非常に、まあ、難しい。まあ、とは言いながらも、なかなか、まあ、限界もある。最後にですね、これはちょっと様子が違うんですけども、下水から溢れる、下水が集まって起こる氾濫というよりは、むしろその、急にこう、町の中の小さな川が溢れ立って、まあ、起こると。まあ、それもまあ、ある意味、内水氾濫と言えると思いますので、まあ、そういう現象を、まあ、解析した例を示します。で、これはですね、まあ、下水が、まあ、入ってますけども、それは一種、まあ、側溝であるとか、海峡の部分ですので、まあ、小さな水路のように見なしてですね、そういうところに、で、そういうところを通って、まあ、集まった川の水が急にこう上がってきて溢れるという時の解析を、まあ、患者に紹介します。で、これは宇治市の井川の流域でしてですね、大体旧市街地のあたりを流れている川なんですが、東が西に流れていって、古川という川に合流して、まあ、あとは、流れている、真裏が池の方に行くわけです。で、まあ、地のところになってましてですね。で、南の方に結構丘陵地があってですね、南から流れてきた雨が集まって、その井川という川が溢れちゃって、先ほどあったように川沿いが浸かったりするわけです。で、これがまあ、扱っている川の様子ですけれども、ちょっとまあ冬に取っちゃったので、まあ、枯れた景色になってますけども、まあ、この程度のまあ幅が10メートルとかない川の、まあ、掘り込んだ川です。で、こういう川の水が突然グッと上がっちゃうために、まあ、川が溢れちゃうという現象をまあ計算してみています。まあ、こんな海ではまあどこの町でもあるような川だと思いますけども。で、これですね、だからちょっとが一種特殊な計算をしているんですが、降った雨が、まあ、降った雨がずっと川に出ていって、で、川の水が急に上がっちゃって、またそれがなくまた溢れちゃうというような計算をしているわけです。ですから、山に降った雨が川に入っていって、その川の水がまた急に短い時間の間に溢れちゃうと。いうような、まあ、そういう、まあ、メカニズムを、まあ、モデルの中に組み込んで、まあ、計算しているわけです。で、まあ、降った雨が川に出てくる計算であるとか、平面的に降った雨が、まあ、側溝とか、まあ、小さな水路を通って、まあ、出てくる
というのも、まあ、二次元的な流れというふうに表現してですね、まあまあ扱っているわけです。で、川の一つの、まあ、小さな格子と組み込んで、まあ、二次元の、まあ、流れを取っているわけです。で、まあ、東から西に流れてきますので、追手川とか小川とか、まあ、伊勢田川なんかから出てくる水が、まあ、川に流れていくというところでしてですね、高さで言いますと、まあ、かなり南の方が高くて、まあ、ある程度こう急に水が急流落ちるといいますか、まあ、高台の宅地から流れ落ちていって伊川に入っていくという形状です。で、まあ、上半分は関係ないので雨を扱ったのは川の左岸下半分だけですけれども、そういうところに雨を当たってやってですね、で、まあ、計算してみたわけです。で、これが、まあ、計算結果にして、まあ、まあ、50ミリぐらいの、大体まあよく出てくるのは、まあ、3、4時間もなくて50ミリぐらいなんですけれども、そういう雨を与えてやると、まあ、実際に先ほど示したように川が急に水が下がって、まあ、道路沿いに浸かったりということが起こりました。で、その実績が緑に書いている部分ですけれども、まあ、そういうところでは水が、まあ、川沿いに溢れているわけです。で、それを、まあ、先ほど言いましたような形の計算をしますと、まあ、こんなふうになって、まあ、川沿いのところ、まあ、低いところで、まあ、水が、まあ、溢れた、あるいは浸かったということができているわけです。で、まあ、ちょっと図は小さいですけども、見比べてみたら左が、まあ、浸水の実績で、まあ、右が、まあ、計算値です。まあ、いつもなんか、どうもしてたなので、ちょっとまあ、フラストレーションもたまるんですけども、まあ、これもやっぱり先ほど言ったように、一雨、4、50ミリなんで、まあまあ、こんなとこかいな、というところですね。まあ、大体、まあ、でも、川が溢れてる場所は、まあ、そこそこされているので、まあ、まあ、こんなもんかなというですね。これは河川沿いに一番水深が高くなったところを順番に押さえている図でしてですね、必ずしも同じ時間じゃないんです。存在した最も高い水のところを押さえているんですが、で、青が、まあ、最大水位で、これが、まあ、左右のうち低い方の堤防高です。これが川底です。というわけで、まあ、この辺であるとか、この辺、この辺、この辺というのは、まあ、結局、水の方が堤防よりも高いので、まあ、溢れてる場所です。こことか、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 こことかですね。ただ、こういうところは大体、まあ、実際に溢れてるということを、まあ、覆ってますんで、まあまあ、モデルとしては、まあ、こういうモデルで現象はある程度、まあまあ、表現できてるんでなかろうかなというふうに、まあ、考えている次第です。それで、まあ、そういう計算ができるんですけども、ちょっとこれは、まあ、内心判断とはちょっと離れて言ったんですけども、で、この場所で計算しますとですね、何がこう面白かったかというか、面白いとは分かりますけども、何が特にこう何か顕著かと言いますとですね、結構水深の変化が急だったんですね。非常に短い時間で急激に、まあ、水深が上がっちゃうというわけです。もう1時間30分の間に急に水深が、まあ、1メートルとかそれ以上とか上がってしまうんですね。そのために、まあ、溢れてくるわけですけども、だからむしろですね、内水氾濫の計算をしているわけですが、同時にですね、その都市の河川がやっぱりこう急に雨が降った時に急にこう水が下がってくる、そういう、まあ、危険性みたいなものを示したわけです。それで、まあ、仮想的な条件で、まあ、様々な雨が当たってですね、30分で30ミリ降るという雨、まあ、1時間に60ミリぐらい降るという、まあ、雨が当たってあってですね、そのどのぐらいの時間の間にこう水深が上がるかな、またその上がり方はどのぐらい急かなというのを調べてですね、一番ランク分けをしてみたらですね、まあ、先ほど、まあ、浸水していたような伊勢田の近くであるとか、まあ、地震の3つの地点なんかは当然ですが短時間の間に急にこう水
が上がってくると。ひょっとしたらまあ何かもしもですね、子供が何かその顔に入って遊ぶ時に手をつけば突然上がってくるとかですね、何かちょっとこう物を落としてちょっと河川に入っている時にあっという間にこう水が上がってきてっていうのは、そういう水難事故みたいなことが起こるかもしれない。まあ、短時間の雨でのまあ一種のまあまあハザードマップというと大切ですけど、まあまあこういうまあ短い雨でも危ないよということをまあ示すようなマップなんかも身近な日常の生活の中に潜んでいるまあ危なさみたいなものもまあ合わせ持ってまあ分かってきたというわけです。まあそういうのもまあ非常に大事かなというふうには感じています。というわけでまあ下水を介さずとも小さな川が雨によって急にまあ水下がって、そういうまあまあ浸水もまあ表現できたわけです。でまあ副産物ですけれども、短時間の中でまあ場所の河川が急にこう水が上がって思わぬ危険が起こっていくという場所なんかもまあ、まあ、再認識できたわけです。でまあ最後にですね、まあ、こういうふうに内水氾濫といいますものが、まあ、非常に厄介で、まあ、その波堤であるとか川の水であるという時ほど、まあ、厳しいことはないかもしれませんけれども、でそれでもやっぱりこうそこそこ水深が出てきますので、まあ、鬱陶しいです。で、その中でも特にやっぱり注意しなあかんことはですね、まあ、先ほど冒頭言いましたように、地下浸水に関しましては、やっぱりこう、仮にその水深が小さくても、やっぱりこう気をつけてもらわなきゃいけないわけです。ただ、一番低いところに水が集まってきますんで、あの内水氾濫になっても30センチ、50センチの水が浸かれば、そこに地下の入り口があったら、そこから水が入ってくるということです。で、地下はですね、あの容積も小さいし、その地下には、地下から地上への避難経路は階段ですし、階段から逃げるときには流れが下がって出ていくわけです。でまた、地下室なんかに水が入ってくるとですね、ドアを押し上げるのに、まあ、力を下ろすわけです。で、まあ、そういうことをまあ調べるために、実物の模型を作ってですね、現在、こういう体験的な実験を進めて、危険性を調べているんですが、地上の水深がですね、地上の水深が30センチぐらい、まあ、膝下ぐらいまで水が溜まったときには、おそらくまあ階段から人は逃げられないでしょうというのが最近分かってきました。またあの大人の成人、まあ、成人男子でですね、まあ、40センチぐらいあの水を使っているときにドアは外に出た時には開けられませんね。というわけであの、まあ、内水氾濫と言っても油断しておけばですね、そういうもしも水深が30センチぐらい出てきた時には地下から地上に上がれない。またその地下に水が入った時に仮に地下室なんかの水深が40センチを超すと中にいる人はあのすぐに出られないということが起こるわけです。であの99年の時に福岡水害の時に、まあ、地下に水が入って一人女性が亡くなったりしたんですけども、そういうことは決して福岡で起こったことが得じゃなくて、まあ、日本各地、まあ、どこでも起こるわけです。京都市内でも起こるわけです。水でも起こるわけです。先ほど紹介した寝屋川の中にも水深が50センチ越した時には、当然こんな風になった時にはもしそこに地下があったら地下から人は上がれないわけです。地下街のような大きなところでなくても、例えばもうビルの地下とかですね、地下のパーキングとかそういうところだったらもっともっと狭いですから、急に水が下がってくるわけですから、本当にこう水攻めにあるわけですよね。で多分まあ一番危ないのはザッピビルなんかの、例えば飲み屋の地下の一番奥なんかが一番上なんですね。カウンターの奥なんかに入ってたら、そろそろ一番上だと思いますんで、まあ、あの内水氾濫の家でも、そういう面では怖いので、特に、まあ、内水氾濫、特に地下浸水に関係する土石の、まあ、浸水には、これから、まあ、あの梅雨、台風のシーズンですので、皆様、そういう危険をあのよく理解していただいてですね、あの自分の身が自分で守るというところを、まあ、頭の片隅に。まあ、置いておいてください。というわけで、あの、まあ、簡単
ではありましたが、今日の私の話を終わります。ありがとうございました。